中飛は高木高か中飛属に分類される鳥類。本種の名前は中飛が由来とされているが、実際は低空飛行を得意とし、一方の札が由来とされているのすりは中飛よりも航空を飛翔することが多いため、この両者は名前が入れ替わって記録されているという説がある。主な繁殖地は北アメリカ大陸北部やユーラシア、大陸北部。 冬になると越冬のために南下する。日本には越冬のために飛来する冬鳥。かつては北海道や本州北部で繁殖していたが、現在では中部地方、近畿地方、中国地方でも繁殖が確認されている。飛行する中ヒオスは全長4 8ンチメートルメスは5 8ンチメートルメスの方が大型になる。体色は 地域や個体による変異が大きい。オスは頭部、背面、右腹、諸列風切り派の先端は黒い。腹部の羽毛は白い。尾葉の背面には白い斑紋がある。メスや幼鳥は全身が褐色の羽毛に覆われる。腹面は泡褐色で褐色の斑紋が入る。草原や湿地、吉原等に生息する。植生は肉食性で魚類、両生類、 爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類等を捕食する。地上付近を低空飛行し、獲物を探す。吉原等の地上に枯れ草を積み重ねた巣を作り、5から6月に4から6個の卵を産む。放卵日数は約35日で、主にメスが放卵する。ヒナは孵化後、約37日で巣立つ。なお、 冒頭で中飛とのスリの名が入れ替わっている可能性の説がある旨書かれているが実際には以下の理由からそれぞれ生態通りの名の可能性が高いまず中飛は狩りの際には V 字翼で低空を低速飛行することが多いが繁殖期のペアリングの際に中空を舞うように飛行することが知られている一方でノスリは通常の際には中飛より航空を飛ぶが 狩りの際には脳するように地表すれすれを補服飛行して攻撃することが知られている。中飛は垂直離着陸が可能な唯一の猛禽であるともされている。イギリスの米製のハリアー・ブイトール戦闘爆撃機の名前はこの中飛の能力から名付けられたと思われる。生息地である吉原の開発に伴い生息数は減少している。石川県下北郡内田町の 町の鳥に指定されている。ありがとうございます。